ステージプログラムはグランドフィナーレとなりました。改めまして司会を務めさせていただきます、久山こと松木康太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。それではご列席の皆様をご紹介いたします。まずはじめに主催者である東京都知事小池百合子、続きましてご講演をいただいております公益財団法人日本障害者スポーツ協会日本パラリンピック委員会会長鳥原光則様、千代田区長石川雅美様、ご協力をいただいております公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会副事務総長山本隆様、東京都議会を代表しまして議長尾崎大輔様、副議長長橋圭一様、オリンピック・パラリンピックおよびラグビーワールドカップ推進対策特別委員会委員長小山邦彦様、続きまして今年の平昌パラリンピックで大活躍されたパラリンピアンの皆様をご紹介いたします。アルペンスキー滑降で銀メダルを獲得した森井大輝選手、大回転、滑降、回転、スーパー大回転、スーパー複合で金メダルを含む5つのメダルを獲得した村岡桃佳選手、ノルディックスキー、距離スキー、10キロクラシカルと 1.5 キロスプリントクラシカルで金メダルと銀メダルを獲得した新田義弘選手、スノーボードバンクドスラロームスノーボードクロスで金メダルと銅メダルを獲得した成田グリム選手、続きましてパラアスリートの皆さんをご紹介いたします。ゴールボールロンドンパラリンピック金メダリスト足立明子選手、同じくロンドンパラリンピック金メダリスト中島茜選手、同じくアテネパラリンピック銅メダリスト北京パラリンピック女子日本代表加藤恵美子さん、同じく2006年フェスピッククアラルンプール大会銅メダリスト竹越徹選手、2002年フェスピック釜山大会銅メダリスト2003年 IBSA 世界選手権出場越川正信選手同じく日本選手権予選大会出場木内清晴選手陸上競技リオパラリンピック 4×100m リレー銅メダリスト佐藤圭太選手、同じくロンドン2017世界パラ陸上競技選手権ロンドン大会 4×100m リレー銅メダリスト池田幹雄選手、パワーリフティングアテネパラリンピック出場ロンドンパラリンピック75キロ級7位宇治郎はじめ選手、以上ご列席の皆様をご紹介いたしました。それではまずはじめに主催者である東京都知事小池百合子より皆様にご挨拶申し上げます。お願いいたします。皆様こんにちは。東京都知事小池百合子でございます。ノーリミッツスペシャル2018東京丸の内のグランドフィナーレとなりました。
昨日もこちらの方で広げましたところ2万3000人の方々ご参加いただきました。そして今日はまたこのお天気も手伝ってさらに多くの方々がご参加いただいていることになるでありましょう。2020年パラリンピックまであと842日となりました。私は以前からパラリンピックの成功なくして東京大会の成功はない、このように申し上げてまいりました。そしてこのパラリンピックを盛り上げていただくためにもアスリートの皆さんに頑張っていただくのはもちろんでありますけれども、都民の皆さんがパラリンピックに興味を持っていただいて、どんな競技があるんだろう、知っていただいて、試していただいて、好きになっていただいて、応援していただく、今日は昨日と今日と合わせて多摩でも行っています、島でも行っています、このノーリミッツチャレンジを通してぜひともパラスポーツに皆さんもご参加いただきたい、興味を持っていただきたい、楽しんでいただきたい、そういう催し物でございます。私もこれまで全22競技があるんですけれども、そのうち11自分で試したり楽しんだり応援したりやってまいりましたが、今日はこのあとあとプラス3種目に挑戦することといたしております。折り返し地点からさらに3つ増えるということになって、1つずつスタンプを押すということで自分自身も楽しみにしております。今日は何よりも先の平昌パラリンピックで活躍されましたメダリストの皆さんお越しいただいております。森井選手、村岡選手、もっかさん重たいでしょ、メダルいっぱいねえ5つ、はい、獲得してきました。新田選手に成田選手と、成田選手は今度夏も挑戦するのかな、すごいですね。そうやってまさしくノーリミッツなんですよ、ノーリミッツ無限なんです。このパワーをどんどん生かしていく、そしてこの東京を誰にとっても暮らしやすい、そして動きやすい、そんな街にしていく、いいチャンスではないですか。どうぞこのノーリミッツスペシャル最後までお楽しみいただいて、そして2020年のパラリンピック大会大成功させてい、きましょう。ここでちょっととちるとダメね、もう一回いきます2020年のパラリンピックみんなの力で大成功といたしましょう。よろしくお願いいたします。本日はありがとうございます。ご協力誠にありがとうございます。失礼しましたね、小池知事より皆様へのご挨拶でございました。さあそれではここからはパラアスリートの皆様によるスペシャルエキシビションをね、皆様にはご覧いただきますが、その前に本日は行われました平昌2018パラリンピック競技大会で大活躍されましたメダリストの皆さんがね、パラスポーツ界を盛り上げようと、応援に駆けつけてくださいましたから、せっかくですから、ね、メダリストの皆さんにも、ね、現地での様子などいろいろ伺っていきたいと思います。はい、それでは、森井選手、村岡選手、新田選手、成田選手、どうぞコートの前方までお願いいたします。そして他の皆様は後方の方に席の方をご用意しておりますので、どうぞそちらの方へご移動いただければと思います。はい、さあそれではね、本当皆さんメダルおめでとうございます。ありがとうございました。森井選手から伺っていきたいんですが、はい、アルペンスキー過去で銀メダルを見事獲得しましたが。